看護師国家試験対策合格必修の知識看護技術編。オートクレーブを使用するのは次のうちどれ？1、間熱滅菌。2、ろ過滅菌。3、ガス滅菌。4、高圧蒸気滅菌。正解は4。すべての微生物を殺滅除去することを滅菌と言います。オートクレーブを使用する滅菌法は高圧蒸気滅菌です。針刺し事故によって感染するのは次のうちどれ？1、RS ウイルス。2、B 型肝炎ウイルス。3、ヘルペスウイルス。4、サイトメガロウイルス。正解は2。B 型肝炎ウイルスは主に感染者の血液が他の人の血液の中に入ることのほか、感染者と性交渉を持った場合、B 型肝炎ウイルスに感染している母親から生まれた時に適切な母子感染予防対策を行わなかった場合に感染します。針刺し事故で感染するウイルスには、B 型肝炎ウイルスほか、C 型肝炎ウイルス、人免疫不全ウイルスなどが挙げられます。標準予防策において、総症や感染のない患者への援助で使い捨て手袋が必要なのは次のうちどれ？1、主浴。2、洗髪。3、口腔ケア。4、名交換。正解は3。スタンダードプリコーションを講じる対象は、汗を除く体液、血液、分泌物、排泄物、粘膜、損傷した皮膚で、口腔ケアでは、口腔粘膜や唾液に触れる可能性があるため、使い捨て手袋を使用する、必要があります。